どうも、ジッキーの日常のジッキーです。今回ですけど、さっきここでピアノ弾きました。今回です。今回はここ桜木町のイルミネーションに来てます。いや、綺麗だね。いや、結構毎日投稿始めてね、伝説とね、あと今回はピアノの動画もいっぱい撮ろうかなと思ってます。今散歩します。さっきなんかピエロがいてね、なんかすごいなんか大爆発して一人で、なんか変わったポーズしてね、一人で、いや草生えた。ここ あそこです。問題の場所というかさ、問題の場所というか、この間なんか謎の人物が戻った動画で撮ったところです。グランモールになんか謎の人がいたっていう、な、題名間違ってたらあれなんですけど、ここで撮ったので動画で上げたわ YouTube で、まあ、グランモールに面白い発見っていう動画上げてな。これやべえよ。良ければね、チャンネル登録と高評価お願いします。では。